女子鉄のまほろだよ。この前サンライズ瀬戸号に岡山駅まで乗った後、変わった出来事があったの。出雲号は連結作業終了後すぐに発車します。女子鉄まほろの鉄道旅。サンライズ瀬戸号を岡山駅で降りて列車を見送った後、しばらく岡山駅で撮影していたら、なんと不思議な光景が。23時過ぎにまた特急東京行きの表示が。しかも遅れ3分。さっき乗ってきたサンライズ瀬戸はまほろの夢だったのかなって思っていると、すぐ消えちゃった。今のは何だったんだろう。この暑さで壊れちゃった。わかる人がいたらまほろにコメント欄で教えてね。サンライズ瀬戸号に乗ってきた動画もよかったら見てね。動画説明欄にあるよ。本日ご予定はありません。